はい、ソニーリサーチの石井です。今日はコンシステンシーモデルズとレクティファイドフローについて紹介します。よろしくお願いします。いずれのモデルも、拡散モデルの生成が遅いので何とかしようみたいなモチベーションがあるので、まず最初に拡散モデルのおさらいと、なぜ拡散モデルの生成が遅いのかという話をします。その後にここに挙げている5本の論文について紹介していきたいと思います。まず、拡散モデルを含む潜在表現を利用した生成モデルについてお話しします。これ生成モデルなのでやりたいことは何か複雑なデータ分布からデータをサンプリングしたいということです。なんですけど、このデータ分布が非常に複雑かつ高次元なので、急にこれをやることは難しいという問題があります。で、この潜在表現を利用した生成モデルっていうのはどのように解いているかというと、代わりにまず簡単な分布を考えてあげて、潜在変数というものをサンプリングします。これ簡単な分布なので簡単にできます。で、その後、この潜在変数をデータにうまく変換するモデルというのを学習してあげます。で、もしこういうモデルがうまく学習できるのであれば、この複雑なデータ分布からのサンプリングというのは、簡単な分布からのサンプリングとその変換というので置き換えられるでしょうというのが、この生成モデルが目指していることです。で、今回相手にする拡散モデルというのは、このノイズからデータへの変換を、ノイズ除去を繰り返すことによって実現しています。つまり、正規分布からサンプリングしたこのノイズ画像みたいなものを、ちょっとずつノイズを除去していくことによって最終的にデータに変換します。で、ここで重要なのは、今やりたいのは左から右なんですけど、この右から左という過程というのは非常に容易に定義が可能です。データがノイズに崩壊していくだけなので、単純にちょっとずつノイズを付加することによって容易に定義が可能です。なので、この拡散モデルというのは、この容易に定義が可能な拡散過程というのを逆にたどるという形で定式化を行って、対応するノイズ除去を学習しようということを行っています。で、今回はですね、この拡散モデルのアイデアをもう少し一般化したものについてお話しします。先ほど述べた拡散過程ですね、右から左に行くちょっとずつノイズが付加されていく過程というのは、2つの分布を滑らかにつないでいるというふうに見なすことができます。今一番右側では複雑なデータ分布になっていて、ちょっと一番左側では簡単な分布になっているんですけど、この間の時刻というのはちょうどこの二つの合いの子のような形のデータ分布を取っています。先ほどはこのデータがノイズに崩壊していくっていうサンプルごとの話をしたんですけど、ここではそのデータ分布の話をしています。で、一旦ノイズの負荷方法を決めてあげると、このノイズの、分布のつなぎ方が決まります。で、一旦この決められた分布に対して、この決められた分布に沿うようにデータをサンプリングしていくということを行うと、最終的にこの複雑なデータ分布に従うようなサンプルが得られるという話になります。で、先ほど述べたように、ちょっとずつデータにノイズを加えていくことによってデータ分布が滑らかにつながっているので、隣り合う時刻のデータ分布というのは非常によく似ています。なので、ある時刻のサンプルがあったとして、このサンプルをうまく少し動かすと、隣の時刻のデータ分布に従っているサンプルというふうに見なすことができます。もし全く一緒であれば全く動かす必要はないですし、ものすごく違うデータ分布だとどこに動かしたら分かったもんじゃないんですけど、非常によく似ているのでちょっと動かすだけでいいという感じですね。で、この動かし方は、確率的に動かす方法と決定的に動かす方法を2種類考えられるんですけど、今回は、決定的に動かす方法について考えていきたいと思います。で、このサンプルを適切に動かしたいんですけど、動かすために必要な情報というのは、時間が微小時刻進んだときに、このデータがどのくらいちょっとずれるかという量なので、このような微分の形式で表すことができます。で、例えば、分散爆発型の拡散過程ですね。データに対してどんどこどんどこガウシアンノイズをひたすら足していくという過程を考えると、
この微分という値、この微分の値は、このように書けるということが知られています。この方程式のことを probability flow ODE というふうに呼んだりします。で、見ていただくと、この動かす量という値はこんな形で決まりますって言ってるんですけど、この値をよく見ていただくと、中間時刻の分布の形に依存した量になっています。なので、一回拡散過程で分布のつなぎ方を決めると、この値が決まります。で、この値を推定するために拡散モデルを学習するという感じに、見出すことができます。で、このような見方をすると、拡散モデルの生成というのは、先ほどのProbability Flow ODE の初期値問題と等価であるというふうに見ることができます。どういうことかというと、まず時刻1における初期ノイズを基準に決めてあげると、この時刻におけるちょっと動かす傾きの量がわかります。で、ちょっと動かして、次の時刻でまたモデルで推定して、ちょっと動かしてというふうなことを繰り返すと、このように軌跡を描くことができます。この軌跡をずっと辿っていくと、ノイズがデータに変換されるという感じになります。で、最初の拡散モデルの生成がなぜ遅いのかという話に戻るんですが、この初期値問題を解くために、この微分値ですね、どのくらいちょっと動かしたらいいのかっていう値の評価を反復して行う必要があるためというふうに言うことができます。これ時刻を無限に細かく切ってですね、ちょっとずつ進むと、このような真の軌跡を得られるんですけど、実際無限に細かく切ることはできないので、ある程度粗く切ることになります。そうすると、この真の軌跡より、ちょっとずれた推定誤差の持った軌跡が推定されます。で、高速な生成を行うために、この時刻の切り方を粗く、つまり反復回数を少なくすると、当然この推定誤差というのは大きくなります。このせいで推定される軌跡の誤差が大きくなって、生成データの品質が悪化するということになります。これが、拡散モデルが本質的に高速化が難しい理由になります。で、今回ご紹介するのはコンシステンシーモデルとレクティファイルフローなんですけど、先ほどの問題に対して、この2つは割と対照的な、アプローチをとっています。まず、コンシステンシーモデルについてですけど、コンシステンシーモデルでは、この傾きを予測しているせいで、ちょっとずつしか進めないんでしょうと。なので、傾きじゃなくて急に終点を予測すればいいよねって考えるのが、コンシステンシーモデルズです。一方で、レクティファイドフローは、傾きしか推定できないのはしょうがないと。なので、もしこれが軌跡がまっすぐだったら傾きだけでいいじゃんという考え方をするのがレクティファイドフローです。これ傾、と、軌跡がまっすぐであれば傾きだけでも、誤差少なく、最終地点を予測することができるので、こういうようなまっすぐな軌跡を持つ、ODE だけを相手にしましょうというのがレクティファイドフローの考え方です。で、今回は、この2つの方法について、ご紹介していきます。で、それぞれ、最近どこで使われているかという話なんですけど、コンシステンシーモデルズは、DALL-3 のデコーダーですとか、あるいはレイテントコンシステンシーモデルズという名前で最近、多く使われたりします。レクティファイルフローは、最近出たステーブルディフュージョン3で使われています。はい。では、まず、コンシステンシーモデルズから説明していきます。